こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。現在いる場所がですね、千葉県の鴨川市でございますね。まずは概要欄 URL より前回の動画を見ていただけたら嬉しいです。チェックイン前に時間があったので鴨川駅前観光をしました。だいぶね、風情もあってリゾート感もあってすごくいい場所だったんで、まず見ていただきたいですね。そしてこれから宿に向かうんですけれども、3、4ヶ月前ぐらいかなに、鴨川グランドタワーという、あれですね、あれに泊まったんですけど、その向かいにある鴨川グランドホテルですね、同じ系列ですにも、同じぐらいの金額で宿泊ができるという情報を嗅ぎつけまして、今回はですね、その比較じゃないですけども、そちらにも泊まってみたいなと思いまして、予約しました。もうここから5分ぐらいで着きますので、早速宿にチェックインしようと思います。てい、グランドタワーでけえなー、そびえ立ってるなー。もう着きまーす。あちらが鴨川グランドタワーですね、前回泊まったところ。そして道路を挟んで鴨川グランドホテルです。チェックインしました。お部屋の紹介です。広い、今回広い部屋あえて撮ってみたんですけど、冷蔵庫あって左手に、これはお風呂でしょうね。そうです、そうですね、お風呂ですね。そして中がメゾネットでございます。1階がこんな感じです。もうこの時点で広い。2階まだ上がってないですけどね。どんな感じなんでしょうね。あ、部屋が、これどうなってんだ。あ、ベッドが、はい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 。え、こっちにも部屋あるんだけど。おお、マジか。え、またこちらにも広い部屋がありますね。広っ。景色はですね、そこまで良くないとは書かれていたんですけど、本当にお部屋の種類がね、お部屋って重い、部屋の種類がすげえあって、この部屋でも8000ですよ。景色は良くないね、やっぱり。全く何も見えないわ。左手に海が見えますけどね。で、あの、この鴨川グランドホテル自体、あの、外観は結構老朽化というか古い感じするんですけど、中はすごく綺麗です。後で、あの、館内散策するんで、ぜひその様子をご覧ください。マジでここ素晴らしいわ、この宿。まずは温泉に入りに行きたいところなんですけれども、この部屋の欠点がですね、温泉からかなり遠いんですよね。なので若干めんどくさく感じるんですけど、前回の鴨川グランドタワーに泊まった時はもっとね、長いエレベーターに乗って外を歩いて鴨川グランドホテルまで入りに来たので、それに比べたら全然マシですけどね。とりあえず、まあ、そしたら館内散策行きますかね。その後余裕があれば温泉入ろうかな。温泉は 前回入ってますからね。何メートルくらい歩いたっけな、結構歩きましたね。100メートル200メートルを歩いたな。雰囲気が一変しましたね。今日は素泊まり
ですが、こちらがバイキング会場ですね。かなり広いんですよ。広っ。そしてロビーですね。これ外出れるんで、外出てみましょうか。はい、プールがありますね。前回鴨川グランドタワーに宿泊した際もですね、温泉に入った後ここで涼みましたけど、いい雰囲気なんですよ。今回は鴨川グランドホテル泊まってますんで、思う存分楽しめますね、こちらの施設を。このプールはいつから開放するんだろう。ああ、はいはいはい、さっきの長廊下のところだね、これね。こっちもメゾネットかな、これぽいな。メゾネットね、いいんですけどね、興奮するんですけど、2階に上がるの正直めんどくさいですね。プールがありますね。あ、けど結構綺麗だ、水が。おー、客室が6階ぐらいまであるのかな。あそこに展望フロアみたいのがあるんだけど、あれはなんだろう、レストランかな。海岸出入り口がありますね。行ってみましょう。あ、もうほんとすぐそこだ。この通路を出てすぐ目の前が海です。天気悪いからわからん。すごくいいはずなんですけどね、マジで。館内散策が楽しいわ。グランドタワーの時にはなかったこの感覚。他あるのかな。あの建物、建物っていうか5、6階は温泉付きの部屋かもしれないな。ほんと広いここ。地下1階。人いる。あ、いるいるいる。あ、お店っぽいのがある。あらららららら、ミュージアムがありました。広いし。すごくない、このホテル。2階に行ってみましょう。ラーメン屋さんや。そしてゲームルームがあるけどやってなさそうだな。あ、5時からっすね。行けたら来ましょう、夜。では
思ってた何倍も広くて、歩いてるだけで結構時間経っちゃってますね。個室ダイニング、この奥はもうないかな、なさそうですね、さすがになさそう。終わりかな、じゃあ。これどこにあるの、館内プレイスポットクラブチャオ、でかい、見たいんだけど、休業でした。これか、カラオケ、カラオケとバーやってんのかな、これやってなさそう。ああ、見えるわ、なんか見えますか、椅子があるの。あ、宴会場か、こっちは宴会場だ。地下と1階と2階は見終えたので終わりでしょうかね。あの屋上というか展望なってるところは部屋なのかな、客室7階、うん、行ってみたいな、あそこ。8階はプレミアムラウンジだ、普通に行っていいのかな、これ。来ましたけど入っていいのか、これ覗いてみます。入れなかったですね、鍵が閉まってて特別な雰囲気がありました。ちょっと気まずかったので、調べてみます。部屋に戻りますか。もう多分全部見たと思う、ゲームコーナー以外は見れたはず。部屋遠いよ。部屋戻ってきました。カメラとか持ってきちゃったんで温泉行けなかったので、今から温泉入りに行きます。だいぶ歩き回った、1時間近く探索しちゃった、すげえ楽しかった。温泉はカメラを持っていくことができないのでホームページなどから写真をお借りしてお見せしたいと思います。前回宿泊した際ですね、鴨川グランドタワーに宿泊した際もこちらの温泉施設を利用することができました。そして日帰りもできます、日帰り入浴ですね。ただ日帰り入浴だと結構高いんですよ、っていうのも、それだけ温泉施設が充実しています。何種類かの温泉に、サウナもあって露天もあって広いんですよ、広くてかなり綺麗なので、前回泊まった時はね3回入って必死に、日帰り入浴で1回入ったら1500円ぐらいするから3回入ったら4500円分だみたいな感じで入ってましたけど、今回も 2,3 回は入ると思います。では入ってきます。温泉入ってきました。マジで気持ちよかった。そこまで入ってる人もいなかったのでかなり広々と楽しむことができましたね。事前に携帯で見れるんですよ、混雑具合が。まあ本当に全然空いてましたね。まあ暑いですからね、今の時期暑いから長風呂がねマジでできなくなってきました。というわけでこの辺でまた動画がだいぶ長くなってきたと思いますんで、この辺で一旦ですね鴨川グランドホテル紹介編を終わって、今から仮眠を取って夜ご飯ですね、夜ご飯編はいつものようにまた分けてお送りしたいと思いますので、概要欄 URL より、ご覧いただけたら嬉しいです。ではまた夜ご飯編でお会いしましょう。バイバーイ。マジかよ、今途方に暮れてますよ。だから危険なんすよ、観光地での個人大ジョッキ級。
しましたよ、ビール。量多いわ。乾杯。ゲームコーナーやってた。見てみろ。今まだ宿泊されてる方は